それでは第11試合ライト級67キロ以下大野敦貴 VS 元気戦に出場された大野選手に、お伺いしたいと思います。はい、まずは勝利おめでとうございます。率直な、感想や心境をお伺いしてもいいですか。そうですね、今回も KO は当たり前って考えてて、その上でどうやって倒すかっていうのに重きを置いてたんで、まずは空手の技で倒せて、まずはホッとしてます。もうすごかった、3回ダウン。そうですね、もうこれもやっぱ起き上がってきた元気さんがすごいなと思いましたね。そうですね、確かに。次、ブレイキングダウン出たいとかってありますか。出たいっす、出たいっす。もう絶対オーディションは 100%、 出たいっす。100% ありがとうございます。3回ダウン取ったんですけど、その時の気持ちとかって。もう正直2回目でもう起き上がってこないかなと思ったんですけど、気持ち強かったですね。気持ち強かったですね。最後起き上がってきたんで、はい、これはもう仕留めに行こうと思って仕留めに行きました。試合前 と、試合後で、相手の選手への印象とかって変わりましたか。まあでも試合前は本当にヘラヘラしたらナンパやろうって感じだったんですけど、はい、根性はあるなと思いました。一回殴り合ったらちょっと好きになっちゃう、はい、そうですね。わかりました。もともと好きなんで、人とか。あ、そうなんですね。あんなに言ってたんですけど、もともともう1年以上前から好きなんでそれを隠して。これ隠してみました。隠してたけど、はい、殴ってやった。殴っちゃいました。わかりました。では、なんかメンバーにメッセージ、YouTube されてると思うんですけど、メンバーの方にメッセージ、はい、今日はね、同じ YouTube メンバーのダンチメンっていうメンバーみんなで来てくれて、僕たちもともと幼馴染で、一緒に、生活してきたんですけども、今こうやって幕張メッセっていう舞台で、幼馴染と、しかも入場曲も自分たちの歌なんで。あ、そうなんですね。それとかもすごいいい経験をさせてもらえたなと。エンジン組んでましたもん、ね、エンジン組んで、みんながついてたんで、不思議とあんまり緊張しなかったです。おめでとうございます。ということで、今後の展望をお伺いしてもいいですか。そうですね、まずはひな壇を狙ってます。はい、ひな壇に向って行くと思います。行きますかね。行くと思います。行きましょう、お願いしますその上でやっぱり、挑戦者にもこれからもっと強い人が入ってくると思うんで、はい、それはもう僕がもうオーディションの時から蹴散らそうかなと思ってます。もうバッチバチに行きます。戦いたい相手とかって今パッて思いついたりしますか。パッと思いつくのはやっぱりオーディションの時も名前挙げさせてもらった野原くんなんですけど、やっぱ野原くんも他の選手もやっぱり僕が倒したい、強いやつが現れたら倒したいですね。ありがとうございます。では、勝利した、大野選手には、喧嘩道様より、仮想通貨喧嘩コイン10万円相当が、贈呈されます。こちらにお願いします。